もう本当にね、今辛い時期でございますのでね、皆さんで一緒に、やっぱり自分自身もですね、自分だけが辛いのかなと思ってたんですが、やっぱりね、ファンの方がやっぱりコンサートにね、来れないっていうのがね、一番辛いんだなっていうことが分かりました。はい。はい。いやいや、そんなこと言わないでくださいよ。もう本当に、僕のもう本当にそういう気持ちでいつも、うん、キャンペーンで歌ったり、そしてこう電話インタビューしたり、うん、そういう気持ちで精一杯の気持ちを捧げたいという気持ちでさせていただいております。